위반하고 그러니까 これ読まれて聞かすみたいな。あ、これこれ。大変長らくお待たせいたしました。シンガーソングライターの長篠源です。今日はね、もうしょっぱなからドタバタと。お店の方、お客様に、ちょっとご迷惑をおかけしまして申し訳ないと思っています。どうも今日はすいませんでした。本来ならね、このライブ、ね、台風の影響でね、中止になるかどうかというところまでねなってたんですけどもね、それにもめげず、こうしてライブを開催できたことを感謝したいと思います。で、今日来てくれたお客様に、ね、こういう状況でありながらでも来てくれたお客様に感謝したいと思います。どうも今日はありがとうございます。まずそれは僕の方から第一部としてね、僕の方から、歌いたいと思います。聞いてください。Yeah.
泣いて別れ再会になると、一度この手抱きしめて泣かせてやりたい思い消える面影尋ねると、夜の蛍は雪が肩に舞う。旅人を聴いていただきました。カバー曲はね、まあ、今日はちょっと、マジですか。ありがとうございます。うわ、すいません。ありがとうございます。こんなんいただいたの初めて。一気に緊張。すいません、ありがとうございます。この後ね、ちょっとね、自分のオリジナル曲をね、せっかく今日ここでやらせていただくの初めてなんですね。まあ、せっかくなんで自分のオリジナル曲を、ちょっとね、歌いたいと思います。緊張してきたわ。ありがとうございます。それではね、僕のオリジナル曲、この曲はね、もう2年ほど前にちょっと封印してた曲なんですけども、久しぶりにね、歌いたいなと思います。タイトルがね、ちょっと歌謡曲っぽい歌なんですけど、タイトルもね、あなた、ちょっと、フォークソング、歌謡曲に近い曲ですね。聴いてください。今の私にできることはあなたを遠くから見守るだけなの。たとえそれが辛いことでも、あなたの姿を見ていると優しい。優しい言葉が今も鮮やかに私の胸に
あれば去年の雪の前真夜震える私の体も泣いて何も言わずそっとあなたは私の頬に息を吹きかけ優しい笑った優しい仕草が今も鮮やかに私の胸に優しいあなたの優しい仕草が今も鮮やかに私の胸に聞いていただきました。続いてね、次もね、